はい、今日もお金について考えよう、速稼塾の久保です。というふうなね、誰かをパクったようなオープニングでございましたけども、改めまして億万長者合宿速稼塾の久保でございます。まあちょっとね、先日もお話したんですけども、先日って今朝か、億万長者合宿のこの動画って基本的にね、吉谷さんに送ってるメッセージなんですよ。で、吉谷さんとの個人的な対話なんですよ。でもそれを限定公開じゃなくて一般公開にしてるのはどういうことかっていうと、これね、ファミレスでもう結構お客さんいる中で、私と吉谷さんがどっかテーブルに座ってね、コーヒー飲みながら雑談してるような感じなんですよ。まあ、ですので周りのテーブルの人にも聞こえますよね。だからいろいろ感じる方もいると思うんですよ。でもファミレスで人が話してるところにこうやってね入ってきて、おい、お前何それ言ってんだ、勝手なこと、お前みんなが誤解するからやめろ、なんていう人はいないですよね。でもなるほどなっていうふうに、なんかいい話してるなって感じる人がもしいたらね、すいません、ちょっともうちょっと話聞かせてもらっていいですかみたいな感じで来てくれるんですよ。そういうのは大歓迎です。で、今回ね、まあ何が言いたいかっていうと、前回の億万長者合宿のこの私と吉谷さんのやり取りを見て、まあコメントをね、これ分かりにくいよと、あんた話すセンスないよっていうふうに書いてきてくれた方がいたんですよ。で、多くの人に誤解させるから、まあ、やめた方がいいよっていうことも書かれました。まあそれについての動画はもう作ったんですけども、これがね、何を意味するかってことなんですよ。まあその書いた方はね、その感じたままに書いたんで、言論の自由ですから尊重します、どうぞ書いてくださいってことなんですよ。まあそれについてね、2つほど感じたのは、私の話すセンスがないっていうふうなね、こと書かれたんですけども、それはね、話すセンスはないです。でも誰かにとっては話すセンスがある、勉強になると思うんですよ。だから全て相対関係なんで、私よりもトークが上手な人から見たら私は下手なんですよ。でもこれからトークを学んでいきたいな、少なくとも自分の YouTube 発信があんまりできてないんだけども、 YouTube 発信をすでにしている人はどういうふうにトークを展開しているのかなっていう方から見たら参考になると思うんですよね。だから全ての力は相対関係なんで、じゃあもう話すセンスがないっていうんだったら、じゃあ世界の誰だったらパーフェクトなんですかって話になっちゃうんですよね。その人しか発信しちゃいけないんですかってことになっちゃうんですよ。だから情報がせっかく民主化されて誰でも発信できるようになったのに、お前は喋るなみたいなね、共産党みたいなことになっちゃうんですよ、中国共産党みたいなね、うん、だからそういう方がいるのも、まあこの世の中だなと思うんで、私はね、そういう方が来てもいいですよ、だから一般公開にしてますと。そういう方が嫌なんだったら本当限定公開にして密室で吉谷さんとやってますって話なんですよ。これが一つです。もう一つは、私の話す内容によって世の中の人がね、誤解を受けるよと、勘違いしちゃうよってことなんですけども、これはね、私というよりも私の動画を見てる視聴者さんを二重に、まあ、愚弄してるっていうか、バカにしてるんですよね。一つは何でかっていうと、なんでね、二重にバカにしてるかっていうと、一つはですね、やっぱそんな私の動画でも楽しみにして、なるほどな、じゃあ本当かどうか調べてみようかなっていう、そういう人も見てくれてるんですよ。で、もう一つはね、この誤解しちゃうよと、勘違いしちゃうよっていうふうに言われてましたけども、私から言わせれば、私の動画を見に来てくださる方はセンスがいいんで、ね、とってもセンスがいいんで、本当に自分の人生のことを考えてらっしゃるし、発信者のことを尊重する気持ちがある方ばっかりなんで、人をバカにするような人いないんですよ。だからね、真に受けて誤解する人なんていないんですよ。久保さんはこう言ったけども、自分の責任でそうなのかどうなのかをちゃんと調べようかなっていう人しか私の動画見に来てないんですよ。だからそういう人に対してね、あなたの言うことをみんな真に受けて丸飲みするから、みんなバカなんだから、だからあなたがそういうことをね、無責任に言うとみんな誤解するよっていうふうに、まるで私の視聴者さんがみんなね、思考力がないっていうふうな言い方をするのが違うんじゃないかなと思うんですよね。それともね、その方から見ると、私の視聴者さんって会ったこともないのに、そのどんな気持ちで聞いてるかもしれないのに、そんなバカな人ばかりが聞いてるって思っちゃうんですかね。で、仮にね、まあちょっとね、あんまり考えが足りない人が見てたにしても、それで何か学びになってね、いろんな気づきがあるんだったらいいじゃないですか、ね、それによってなんか大損害を受けたとかね、被害を受けたとかね、うん、なんかそういうのもなきにしもあらずですけども、じゃあ誰の発信だったら被害がないんですか、ジャパンライフですか、ね、ジャパンライフですか、安倍総理ですか、菅総理ですか、麻生財務大臣ですか、誰の発信を真に受けたら損がないんですか、誰の発信には嘘や間違いがないんですかってことになっちゃうんですよ。多くの人は 100% 正しい発信できません、ね、ですんで、いろんな情報の中で本当か嘘かは自分で見抜いていかないといけないんですよね。で、自分で決めたこと、自分でこの人の言うことだったらって決めたことに対して、もう他人に責任を押し付けることはできないんですよ。それこそね、中学生とか高校生が校則の通りにやったら進学できませんでした、いじめられましたっていうのとレベルが違うわけですからね。もういい加減社会出てね、一人前の人間として、なんですかね、自分の責任で生きてるわけですよ。っていうことは、勘違いをつかむのも、失敗をつかむのも、栄光をつかむのも、美味しいものを食べるのも、そして美味しいものを食べたと思ったら、実はね、
腐ってたんでお腹を壊したのも全部自分の選択と自分の責任なんですよね。で、私の動画見てる方ってのはそういうのを十分理解した上で見てくださってると思います。そして私はね、意図的に混乱させるための嘘を言うことはないです、ね、占いとか言って裏付けがない話ですよっていう風なタイトルで話すことはありますけどもね、半分冗談でね。でも常に私は自分がそう思ってることを話してるんですよ。で、勘違いもあります、間違いもあります。でも勘違いかもしれない、間違いもあるかもしれない。だから 100% 裏付けを取れるまで喋らないっていう風な、そんな繊細な気持ちは私持ってないんですよ。今感じたことを感じるままに、枯れかけてる花があっても美しいと思ったら、この枯れかけてる花は美しいですよって話しちゃいますよね。で、それがもしね、枯れてる花が美しいなんて価値観おかしいぞっていうんだったら、じゃあ絶対的な美ってのは何なんでしょうね、絶対的な正確さって何なんでしょうねと思うんですよね。で、今回いろいろね、動画で申し上げましたけども、コメントを書いた人に反論したり論破したりわけじゃないんですよ。いろんな考え方があって、それをお互い許し合えるから平和な世の中なんですよね。でも自分の判断とか自分の考え方にお前らを合わせろと、お前を発信するな、お前を発信していいっていうふうな独裁者がいていいのかなと思っちゃうんですよ。だから気に入らない放送をしている方がいたら見に行かなければいいんですよね。それだけなんですよ。だって YouTube って私のチャンネルだけじゃなくて、そんな私のね、そんな100回ぐらいしか回らないような動画をね、わざわざ探しに来て再生してうんうんって見てケチをつけるぞ、よしコメント書くぞっていうふうなエネルギーは私もったいないと思うんで、それこそね、私の放送で勘違いして痛い目を見る人がいるからっていう心配よりも、その自分自身の心配をした方がいいんじゃないかなと思うんですよ。で、私なんかにかかってる暇ないと思いますんでね。ということでね、本当に意図しない間違いや皆さんに誤解を与える発言もあるかもしれませんけども、そのたんびにね、知恵ある方からのご指摘をいただいて、いろいろとね考えさせていただいて、その上でもう一歩もう二歩と私も進んでいきたいと思います。そういう意味では皆さんと一緒に育っていきたい、そんな隠居 TV 久保哲郎でございます。今までもね、そういうふうにやってきました。で、速稼塾っていうね、グループチーム、こういったコミュニティ私持ってますけども、速稼塾は私が作った子供みたいなものでもあるんですけども、速稼塾で出会った人からいろんなものを学ばせていただく私の親みたいな存在でもあるんですよね。こういうふうな自分のこの世界を作って、それにね賛同してついてきてくださる方がいて、そして私も速稼塾のファンであり、速稼塾の一員だと思ってるんですよ。それで、何かね、そのコメントを書いた方に迷惑はかけてないと思いますし、その方にね、別にゴツンとぶん殴ったわけでもないですし、その方から何か盗んだわけでもないですしね、見ただけ時間の無駄だったっていうことだったら、それこそコメントを書く時間も無駄なんで書かない方がいいかなと思うんですよ。これはね、この放送を見てる皆さんも気に入らない動画とか気に入らない発信を見た時に同じように考えてほしいんですね。気に入らない発信に対していちいちね怒りをぶつけても、もう無益なんで、じゃあ気に入った放送を探しに行こうかなとか、気に入った情報を見つけに行こうかな、もう引いて言えばね、気に入った情報を自分がこれだったら文句ないだろうみたいなことを自分で発信すればいいんですよ、ね、でもなかなかね、そんなパーフェクトな発信できないじゃないですか。だからやっぱりお互い許し合ってね、進んでいけばいいと思います。そんなところですかね、今回はね、吉谷さんね。で、吉谷さんね、本音と本音って話でしょ。だからね、やっぱりね、やってないんですよ、形から入るってことですけども。とりあえず叩かれることを承知でね、出る杭は叩く人ばっかりなんでいいじゃないですか、叩かれればどう叩いてください、サンドバッグ状態ですよ、サンドバッグ久保ですみたいな感じで、むしろね、私は間違ったことばっかり言いますから叩いてくださいみたいな、そんなチャンネル作ったらこれまた面白いんじゃないですか。街では殴られやってるのもいるぐらいですからね。ということで今回はね、以上でございます。皆さんもうビビらなくていいですよ、発信することビビなくていいです。で、ビビればビビるほど人を脅す人がね、人にケチつける人がいい気になるだけなんですよ。そういう意味では私たちは平和というものを持ってね、暴力、暴言に対して、静かなね、静かな戦いを挑んでいきましょうということですね。戦いって言葉はね、どうしようかなと思ったんですけど、使っちゃいました、すみません。私たちは非暴力というね、武器を持てばいいんじゃないですかね。全てね、なんか口論が始まったら、あなたが正しいって言って終わらせちゃいいんですよ。あなたが正しい、ありがとうございました、さよなら。あなたが正しい、ありがとうございました、さよなら、みたいなね、全てあなたが正しいということで、他者肯定、自己否定でいけばいいんじゃないですかね。それが速稼塾の考え方の一つもあります。いってらっしゃい。